はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の曲線の媒介変数表示丸1をお送りします。で、タイトル変わって媒介変数表示やっていきます。で、ポイントの中がですね、問題にしたかったんですがちょっと難しかったので今回ポイント全部書いてあります。で、下に問題3問ありますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、問題の方ちょっとね、やってみて厳しいという方は今から全部ね、説明していきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番から、まあポイントの方からでね、やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ全部書いてあるんですけど、まず媒介変数表示、これはまあ初めてではないですね。今まで出てきたことがあるんですけど、こういう、まあ、放物線とか楕円とかやってきましたよね。これを x イコール y イコールっていうふうに、こういうふうに表す。で、媒介変数って言って、間に1個文字が入って、それを使うことで、こういうふうに表示できますよって。で、放物線に関しては、t っていう文字が媒介変数になって、x イコール pt2 乗、y イコール 2pt っていうふうになります。で、右3つは θ が媒介変数になっていて、楕円は x イコール a コサイン θ、y イコール b サイン θ。で、1個飛ばします。円が x イコール a コサイン θ に y イコール a サイン θ。で、双曲線がちょっとめんどくさくって、x イコールコサイン分の a と b タンジェント θ というふうになります。で、円をね、あんま載ってない時もあるんですけど、まあ問題集によってはね、載っているので、今回入れてみました。まあ、楕円と円っていうのはもともと円があって、横にとか縦にね、比率を変えたのが楕円なので、コサインサインは変わらないです。同じ円なので。ただ、円に関しては a だけ使ってるから両方 a。楕円に関しては a と b 使ってるから a と b 使う。まあ、ここだけね、b に変わりますけど、まあ似てるんでセットで覚えちゃってください。っていう感じ。ポイントはね。じゃあ、次の曲線、まあ、3つありますけど、θ を媒介変数として、こういう風に、まあ、これ t か。こういう風に表しましょうというのをやっていきます。これも速攻終わりますんで、行きましょうか。で、まず、この形を見て、まあ、楕円なのか、双曲線なのか、円なのかっていうのを判断しましょう。で、これに関しては、まあ、一番わかりやすいのは円だよね。これはすぐわかると思うんですけど。これ、まあ、楕円です。ここプラスだしね。で、右辺を、まあ、楕円と双曲線は右辺を1にしなきゃいけないので、両辺16で割ります。そうすると、こっちが、これ全部かけるかな？ちょっと横に逃げていいですか？割ると、16分の9、ちょっとインクね、9x2 乗プラス16分の y2 乗イコール1とこうなります。で、この形にやっぱ持っていきたいので、これ前やったように、16分の9が前に出てきてると。で、それ分数に無理やり下に持ってくるんだったら、ひっくり返せばいいので、ここは9分の16になります。で、あとは、まあ、楕円だから、a と b が欲しいと。で、a はこの9分の16がまあ2乗になってるから、それをね、2乗じゃない形にすれば、3分の4と。で、B は16のとこだから、B は4っていうのはすぐわかります。だから、あとは θ を使って、ここまで入るでしょうか。全然入るね。x イコール a だから、3分の4、コサイン θ。そして、y イコール4、サイン θ と。これだけです。AB 出せればどってことないからね。上のを覚えてしまえば。じゃあ、サクサクいっちゃいましょう。で、これは円ですね。x2 乗足す y2 乗になってて、右辺がまあ a の2乗。だから、ここ、a が4ってのはすぐわかります。で、これさえわかってしまえば、x イコール a だから4。で、コサインね。先に使うのはコサインです。で、y イコール4。サイン θ と。これで終了と。さあ、サクサクいっちゃいましょう。で、ラストです。で、ラストはここがマイナスになってるので、まあ、双曲線かなと。で、右辺を1にしたいから全部を36で割ります。そうすると、ここが36で割って、まあ、4と約分すれば、9分の x2 乗。ここも約分すれば、4分の y2 乗イコール1と、こうなる。で、ここが9だから a は3、ここが4だから b は2と分かりますので、あとは、これ下はギリかな。あ、ちょっと、調子乗ったね。ちょっとこれ右に移していいですか。
外行けるかなって思ったらいけなかった。 A が3で B が2ですね。で、X イコール、ここはちょっとめんどくさくって、分数。コサインシータ分の A だから、コサインシータ分の3と。で、Y が唯一タンジェント使います。B だから2、タンジェントシータと。なって、これで終了でございます。はい、もうね、サクッと終わりましたけど、ひとまず媒介変数表示に関しては覚えておけば、このぐらいの問題はできます。で、次回の動画からちょっと問題演習をやっていくんですが、まずここ、覚えてもらうのが大事になりますので、ぜひポイントの中身押さえておいてください。では、今回は高校数学数3の曲線の媒介変数表示丸1をお送りしました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。では、引き続きね、丸2で問題演習やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。